出たぞ怪力無双。胸がまるで鉄だ。腕が頭よりでかい。論書文って聞いたことある？おい、非公式の試合ばっかりやってたらしいんだけど。動いた。オリバが距離を縮めていく。グリトの床にめり込んで、そんな衝撃を片腕一本で支えたんだ。ポケットから両手を抜いた。弾丸でも通さねえんだけどな。抜きて。ポケットから手を出さないのではなく、珍しいな。何年ぶりのことだ。試合場でも。失敗だったぜ。やっとまともにこっちを見たな。面白い。ロンがおちょくられてる。行かれロン。手を出した。相手が自分を真似たので自分はやめる。反撃できぬまでもポケットから手を抜くことぐらいはできるだろう。ならば。この距離なら腹を打つもよし。世話がねえぜ。ミスターアンチェインが縛られてやがる。やらせてもらうぜ。アホが。終わらせるか。ポケットから手を抜いているのではない。そうだ、持ち味を生かせ。へぇ、さぁ、おっぱじめようか。ロンが起こった。ポケットから抜く手も見せるなんて優雅に抜くのが。スマートってものさ。さっきとはまるで逆だ。あんなものが術と言えるか。わざと呼べるか。バカ野郎。ロンが立った。出たぞハンドポケット対決。お前さんのバッケン術と決着。ハンドポケットに戻った。金敵めった打ちだ。防御していない。少し首がありねえ。なあロン先生、想像したくもねえ。無理だ。いやがる。ハンドポケット。最後の最後。